どうも久しぶり。ありがとうございます。いやいや、昨日はルーメイで。手柔らかにお願いします。こちらこそ。どうぞおかけください。ちぐねちゃん見ちゃダメだよ。緊張するなぁ、チャーさんとギター弾くっていうの。なんかもうやめようか。やめますか。飲み行く。これお酒を飲んではいけない番組なんですね。いいよ、全然いいよ。あ、そうなんですか。うん、いつもあのこの収録中飲んでやったことはないんですか。いや、あるよ。あ、本当ですか。うん、どうぞ。あ、じゃあウイスキーあるならウイスキーいいな。いいですか、そんな適当に。全然。普通自分で持ってくるもんだよ。あ、どうも、チャーさん。そうですよね。すいません、すいません。そうだよな。遅くなりましたけど、おめでとうございますぐらいの感じで。もそうですよね。すいません。食べた後輩で。昨日メールで入れようかなと思ったんで。何も持ってこなくていいからね、なんて。いや、明日だって明日行けたら行くねぐらいな感じで。さあ、あのまあゆっくりやってるけど、はい、まあセッションもやりつつ、はい、こう斉藤君のそうだね、まあルーツみたいなもんにも迫っていきたいなと思って。はい、まずは生ギターでも持ってもらおうか。ああ、だね。やっぱギター持ったらいい。あ、弾いちゃいますね。あ、何弾いちゃいますか。なんだかな。まあ E が多いよね、やっぱ。うん、そうですよ。さっき向こうでサウンドチェックしてるのをチロッと聞いてたら、うん、さっき弾いてたのめちゃくちゃかっこよかったんですけど、あれなんですか。ちょっとフラメンコ調のっていうか。ああ、適当。あれ録音、あれ録音してるかなと思って。です。あ、そう。これ結構もう20年以上前に何か考えた。ここだね。おお、普通に A マイナーみたいな。当時さ、トリオのねバンドをやってたから、ジョニー・ルイス・アンド・ジョンズか。そいかに開放弦を鳴らして、うんうん、それっぽい曲を作るか。まあだからその、まあ、ブルースみたいなのからこうスパニッシュっぽいのまで、あ、こう開放弦が鳴ってるとこうなんつうの、持ちますもんね、間が、うんうんうん、キーボード的になるかな。なるほど、なるほど。大体家で俺エレキなんか弾かないから。弾かないでしょ、うちで。弾くタイプだな。いや、あんま弾かないですね。このコレクション見るとなんか、いや、めでてない。うまい、かわいいやつだねっていうのは、まあ、多少は、うん、そうですね。酒飲む時にね。酒飲むとあれ、お前色変わんねえとかって喋りかけたりする。喋りかけはしないけど、なんかついつい見ては弾きもしないでおいて、うーんなんて。それこそだからジョニー・ルイス&チャーズ、そうだ、今日これは絶対チャーさんに教わろうと思ってたあれを、そのオイラーに前もちょっと聞いたかもしれないですけど、あの、そうだよ。 あれ？忘れた。忘れちゃった。それですよ。あ、これか。そうそうそう。
ってるやつ俺以外のやつ初めてだ。本当ですか、うん、俺めちゃくちゃ好きでコピーしたんですよ。あるか。タイトルが読めなかったんですけど多分キンデサルタだと思う。少年時代っていう。あ、そういうことなんですね、うんうんうん、少年時代、うん、ドイツ語、おドイツ語そういうタイトルだと思って聞くと、うん、俺んちさ、おふくろがドイツ語の辞書を持っててさ、でなんか小曲は全部、うんうん、なんか何でか知らないけど、はい、ドイツ語なんだよ。フローレインってテクニックもあるんだけども、これは少女っていうドイツ語でフローレインって女の子のことなんだけど、あと子守っていう曲もね、ルーラーっていう、これはアン・ルイスに書いた曲なんだけど、うん、忘れちゃった忘れちゃったどういうのか。まあもう元々といえば、なんでギター始めたの？元はあのうちのおふくろがなんか近所の大学生、なんか近所に大学があって、その学生が結構住んでたんで、うん、この学生がなんかあのまあ、ガットギターを持ってるから、まあ、持ってただけなんですけど、うん、ギターでも習ったらっていう教わったらって言って、その後吹奏楽部でトランペットやったり、まあ、ピアノもちょっとだけ習ったりしてたんで、まあ、次はギターでもやってみたらっつって、
小6ぐらいですかね、うん、で行って、でもその人は本当に持ってただけで弾けない。そうなんですよ、弦は6本あってねとか、でドラミファソラシで教わって、うん、カエルの歌を単音で教えてもらって全然つまんねえと思って二人でやると面白いけどね。そうなんです。カエルの歌は二人以上でやると。そうですね。それはその人はそれぐらいしか弾けないってこと？もうちょっと弾けたの？いや全然弾けなくて、ただただに本当持ってただけ。じゃあマジでこうやって。そうですそうです、そうなんです。これは弾けたの？その人。そうですね。二人でいいですね。面白いでしょ。じゃあ俺が追っかけるから先やって。さっきのことです。どんなカエルだって。でもそれはさ、小学校6年でまあまあいろいろ他の楽器もいじってたとはいえ、まあカエルの歌やってもつまんないなと思いつつ、ええ、何がその頃っていうのは流行ってたのかな。その頃はそれこそ、あ、ありがとうございます。何でしたっけ。じゃあまあとりあえずすいません、あの新年明けましておめでとう。今度も3月よろしくお願いします。こちらです。美味しい。美味しいね。美味しいですね、うん、そうです。でだから、うん、あーすいません、開けますね。あーソフトドリンクは、ありがとうございます。合うね、こういうところなんか。それで何でしたか。ごめんごめん、どんなもんが流行ってて、なんか興味あったの？それ洋楽とか邦楽も含めて。うちにそのビートルズ好きのおじさんが居候してた時があって、そのおじさんが今から思えば風貌もジョン・レノンみたいにしてて、ああいうサングラスかけて、でそのおじさんがあのよくカセットが出始めの頃で、そのベストビートルズ集みたいなのとか、アメリカンポップス集みたいなのを作ってくれて。作ってくれて。そうですね、これいいから聴けって言われて、でまあ、当時は歌謡曲とかね、うん、あの好きで聴いてましたけど、具体的には。そう、俺斉藤君の時代がいまいちよく見えなくてさ、おっさんなんだか若いんだか分かんないっていう。だからそれこそ銀座ナウでチャーさんを見てました、ね、なるほど。ところが70年代中盤から後半にかけて。そうですね、うん、だからチャーさんが闘牛士をやってた頃ですよ。急に具体的な。じゃあやりましょうか。ちょっとコピーしたことないです、それ。踏み入れますよ。今なんて今日はこっから B マイナーからしゃくってくる感じ。あ、なるほど。まあちょっとあれ、これは、はい、まあ、チャーに無断でとかだから、まあ、76、7年のところだね。そうですね、リューベン&カンパニーとか、はいはいはい、原田真嗣さんとか、まあテレビにそういうやつが出てきちゃった。そうですよね。レイジーとかもいたし、ちょっとピンクレディーとか、郷ひろみとか、野口五郎の時代だったのに、なんかそういうギターを持ってるやつが、まあ、チャーをはじめ、うん、なんだこいつらみたいな。チャーさん完全だから最初外人の人だと思ってましたからね。顔つきもそうだし、なんか名前もチャーだし、チャーさんなんか中国系かなみたいな。いやいや、なんかアメリカ人の人なんか、それかそのハーフの人なのかなと思ってて、それその時の頃からのムスタングですよね。そう、あ、これでもこれもそうだよ。あ、そうみたいですよね、うん、うんうん。そんなに昔からそれ持ってたんですか。これは俺がデビューする前の年に、俺はギルドを持ってたんだけども、それがすごく1本しかなくて、それは当時の、まあ今ものすごく有名になってるビルダーの人だけども、あの中本さんですか。だと思う、あ、って書いてあるかな。もうね、ローガンで
なんか名前もちゃんと書いてあるんだけど、んですごくなんつうのかな、大きさとかフレットとあのネックとかね、うんうん、俺の手になんか合わせてくれて作ってくれて、だからいわゆるアコギフォークギターって俺これしか持ってない、うんうんうん、だからこっちを、あそうね、これも古いけどよく働いてるからね、俺もですよね、うん、ゴールドトップのレスポール持ってたイメージもあるし、そうなんだ、ね、あれはクロコダイルで投げて、あそれもしょっちゅう投げてたイメージありますけど、こいつは頑丈なんだよ、あすぐレストアできるっていうか、なるほど、怪我しても全治3週間ぐらいで帰ってきて、あなるほど、んだよみたいな、ギブソンは割と繊細なもんだから、ああそっか、うん、ネックがちね、その当時はだから